2024年10月27日、第42回、えー、大学女子駅伝が行われました。行、え、く、ー、からですね、ッ区まで、えー、見させていただいて、まあ僕は、駅伝と言いますか、やっぱこの世界陸上だったりとか、世界でね、どうしたら活躍できるかっていうのが楽しみでワクワクしてるんで、まあ、この大学駅伝から、それこそ名城の山本選手だったりとか、が一番わかりやすいのかなと思ってるんですけど、 まあね、どこが名城を止めるかと。なんだったらちょっと名城大学はヒールみたいになってましたからね。強すぎて。しかも、この、台の入れ替わりが上手くて。で、今回谷本七瀬選手があ、4年のキャプテンで、で、どんどん新しい選手が入ってきたりとかですね。まあ、ちょっと気になってるのは、まあ、石松選手。確か米沢選手は3年生ですかね。えー、なってて、谷本七瀬選手といったら7スターっていうふに。七瀬だから7スターっていうのがあって。まあ、その中でちょっとね、 名城がね、どんな強さを見せるのかなっていうふうに思ってたんですけど、結果的には、えー、9年ぶり、11回目の優勝の立命館大学が、トップで、しかも大会新記録ですからね。で、2位の大東文化大学も、大会新記録なんですよ。だから、まあ、大東文化、立命館、で、あと、城西、城西ですかね。城西、だ。城西だと思って、前近くはすいませんけど。 ま、世間的にはメディアだったりとかはやっぱ不破聖衣来選手、僕の拓色大学の不破聖衣来選手が出るっていうのがこうメディアでパッて出てたんですけどでもやっぱなんかもっと目を向けるべきところはあるなと思いましたし、えー、例えば立命館は村松友選手だったりとかアンカーの選手の名前ちょっと、ま、マイカ選手マイなんかマイカコールがあったような気がするんですけどもうお最後の方で。 力抜けて。なんか名城のその谷本七瀬選手がいて、アンカーに谷本七瀬選手を置けててすごくでかくて、相手側としたらずるって思うと思うんですよ。エースを1区とか、長い5区とかに置いて。で、その中でアンカーに谷本七瀬選,選手がいるって、ずるくねみたいな。で、監督も、1分差があれば谷本は抜くぞ、みたいなとかあったりとかね。だからなんかこの力がすごくついてて、 実際なんでこんなにも変わってるんですか去年でもすごく力がどん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 大会記録更新されてて、まあ、不破セイラ選手の記録も永久不滅レベルだと思うんですけど、もうどん,どん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 大会記録も更新されて、それって単純な靴だけの進化とかそういうのじゃないと思うんですよ。で、俺たちの箱根駅伝っていう池井戸潤さんの小説があって、で、まあそれは男子の の学生連合みたいな。だから今回も東北での連合の、なんか持ちタイムで集めて、連合で戦うみたいな。で、連合はやっぱりこのチームとの絆が言うたらないわけじゃないですか。極端なこと言うと。それは名城大学だったら谷本選手を優勝させたいとか、立命館だったら村松友選手を優勝させたいから、みんなで一段削して頑張るみたいな形になってると思うんですよ。そこのチームワークとかが。だからじゃあタイムだけ集めたら、じゃあ本来であればタイムだけ早い他の 大学の人を集めたら結構強いはずなんですけど、それで一つ一つこう、なんか戦う意味というか、そこが違うから力の差が出るっていうふうになってて、やっぱなんでこんなにも、こう、まあ名城しかりなんですけど、しかも名城大学の場合は、谷本七瀬選手のインスタとかいろいろ見てたら、なんかこう、ない、ない気のスポンサーがついてると思うんですけど、高校まではその学校とか、 その個人にスポンサーがつくことはなくてで大学になるとなんか強い大学には例えばまあ例えばナイキだったらメジャーはナイキだと思うんですけどナイキのまだ未発売の最先端の靴が送られるみたいなとこもあってでやっぱ走ってて周りでこうね小説の時だったらやっぱ有名な大学とか強い大学には自分らが履けないような最先端の靴を走って自分が履いてるのは旧モデルみたいな。 なんかそういうさ、のところもあるらしくて。で、名城大学とかも、この名城大学の強さに密着みたいなとかも、なんかサウナ室とか食事管理とか、もうすごいんですよ。そのレベルした徹底なところが。だからね、そういう中れだから大東文化立命館。だからどうなのかなって僕は思ってて、確か谷本七瀬選手が、谷本七瀬選手の話ばっかり申し訳ないんですけど、インスタでなんかこう、 ユニフォームが新ユニフォームになったって言ってて、で、確か帝京科学大学も、こう、選手でこ、あのユニフォームをー、アレンジというか、こう作って、で、なんか大学でカラーがあるから、エンジ色とか赤とか、ま、いろいろあるじゃん、白とかに、日本体育大学で青とか、日本体育大学も最初に、スタートに失敗したみたいな、去年確か2位とか。 一昨年でですすかねとかねととあったと思うんですけど確かに日本体育大学卒業した選手があ今日本代表で活躍してるとかあると思うんですけどなんかそうやってこうコス,チコスチュームって言っていいのか分かんないですけどユニフォームとかをこう選手がこうアレンジとかあの何、ー、ですかね名城大学の場合こうショートパンツっていうんですかのところに自分が好きな例えば天ぷらが好きだったら天ぷらのこのぬいぐるみっていうんですか のも食べ物のもおにぎりが好きだったらおにぎりみたいな腰についてるとかあったりとか、まあ、そういうのがあったりするんですけどねまあでもなんかこう見ててだあの大東文化大学の選手だったりとか立命館の選手しかりですよ。どどどどん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 記録更新してて で僕結構思ってんのが、まあ、サラ・ワンジル選手とか僕で、まあ、すごく普通、そのサラ・ワンジル選手よりも早いタイムを出してる不破聖衣来選手ってとんでもねえな、今後、マラソンに行くみたいですけど、まあ、実業団に入ってマラソンで,で、今度のロスですか、の5人目出して、東京の世界陸上はどうなんかわかんないんですけど、今ね、マラソン界は群雄割拠ですからね、まあ、どうなるかわかんない。僕は結構思ってんのが、名城大学の3区の3年生の石松選手ですよ。 1>, で1年の時からこうな年代が変わって新しい1年生どうなのかなってなった時にだから米沢選手とか石松選手とかが入ってきてただでさえ名城の層が厚いのにすごい1年生入ってきた今回名城は確か1年生いなかったと思うんですけどそんな中で石松選手ってパワータイプなんですよねだからマラソンでいう松田瑞生選手みたいなタイプだと思うんです僕の中で勝ってるんですよ今こうスラッとした そのこの間、マラソンで2時間10分、2時間9分出した選手がいるんですかね、今、日本だと、前田穂南選手、確か2時間19分とかだったと思う、2時間19分、18分、確か男子とです、ね、女子で10分下があるらしいんですよ、だから男子がじ、あのー、記録更新すると、女子もその10分後の記録を更新するっていうのがあるらしくて。 まあそれでなんか世界的にはこうシュッとした細いタイプ、だから不破聖衣来選手だったりとか、まあ、それこそ谷本七選手もそうだと思うし、えー、村松友選手もそうだと思うんですけど、こうスラッとした体型というか、高橋尚子選手とか野口瑞希選手とかもそうだと思うんですけど、こうスラッとした細いタイプが、まあ、スピードだからですよ。があの今の時代に反映してるのかなと思うんですけど一松、石松選手みたいなパワータイプで押し切る ランナーってどう、今後どうなっていくのかなっていうのは僕結構楽しみっちゃ楽しみなんですよ。松田瑞生選手がパワータイプで、でパワーじゃ結局世界のスピードとかに追いついていけない。だから結局前田穂南選手が勝ちましたからね。だったりとか、あと安藤選手の忍者走りとか。だから細いタイプが勝つのかなと思ってるんですけど、でも今だからパワータイプが結構減ってきてると思うんですよ。スタミナパワーよりも、とにかくスピード重視な。 あ展開が多いんだ、ね、駅伝の場合とこのなんて言うんですかねこう駆け引きとかがなあそんなにないと思うんですよ不破セイラ選手は7キロぐらいまで抑えてそっからまあ高橋直子選手が言ってましたよ7キロまで抑えてあと残りの2キロで、えー、名城の原田選手を抜きましたからねまあだから僕的にこの女子大学駅伝しかり今度ク,クイーンズクエストと、うん プリンセス駅伝ありまして、あれ、プリンセス駅伝クイーンズですかね。プリンセスとクイーンだったらクイーンの方が上ですかね。あって、僕は思ってるのは、日本代表が、日本代表の選手として、世界陸上で金メダル取ってくれたりとか、メダルを取ってもらえれば、僕は OK っていう、それを見たいんですよ。大学の今回駅伝見てて、あ、これを、 これで日本のレベルが上がってこうマラソン世界陸上でマラソンしかりトラック競技しかり中長距離とかですよで戦っていける選手が出てきてほしいなみたいなそれも実業団に入ったとか,とかもそうなんですけどだからねそこなんかもうオリンピック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 ってどうしてもなっちゃうと思うんですよだけど僕の中でやっぱオリンピックと金と世界陸上の金だったら世界陸上金メダルの方が。 立ち位置とししてて上になっほいんですよみんなオリンピアンオリンピアンオリンピック入賞オリンピックメダルだと思うんですけど世界陸上で例えば入賞とか世界陸上でメダル取りましたって方がいやすごいなみたいなっていう風な流れになっていってくれたら嬉しいんですけどいかんせん陸上はそのメディアのとこ例えばオリンピックだったらいろんなメディアで流すけど世界陸上だったら一つのメディアになると他のとことしては困るわけじゃない極端なことを言うと。 で、あと、あのー、原進さんで会ってますかね、あのー、あ青,青山学院会ってますか、青学ですね、青学の監督の原さんがおっしゃってて、なんか日本の、だ日本代表はいるけど、例えば前田穂南選手、日本、天満屋でしたかね、だったと思うんですけどで、新谷仁美選手は積水化学だったりとかありますけど、で鈴木優花選手は日本郵政、日本郵便だったかな。 どうだったかな一山麻緒選手は、姿勢どうだったかなちょ,っとちょっと間違ったらすみませんけど、その所属じゃなくて、日本代表のグループにあればい,いサッカーだったら、例えば日本代表の監督がいるわけじゃないですか。で、野球だったら WBC とかで監督がいるわけじゃないですか。で、その監督とかコーチのもとに、そこで代表に招集されて、トレーニングして戦うわけじゃないですか。いろんなとこ、大体そうですけど、駅伝とか、まあ、その陸上関係って、 日本代表に招集されるけど基本的なコーチとかは所属の監督とかコーチになってバラバラらしいんですよ結局のところだから日本マラソンでいったら日本代表だって言ってるけど結局のところ所属チームの監督とコーチのところでこうなってそれでこうそれぞれで個別で戦っていくからいやそれだったらもうその日本陸連のまあいろんなあると思うんですけど本当にメダルを目指すと。 このマラソンの視聴率が高ければいいとかその日本記録で出ればいいとかそういうのじゃなくて本当に世界でメダルを目指さないといけないっていうふうになるんだったら、まあ、野口みずきさんとか有森裕子さんもおっしゃってたもっと苦労感のトレーニングをしないといけないとか世界がどんどんスピード化してるからこうやって各実業団だったりとか各大学とかで。 関連してそこだけで個人でするんじゃなくて一つのお日本の代表みたいなところを置いてそこ日本合宿で監督とかこういった野口みずきさんなのか高橋尚子さんなのか有森裕子さんなのか福士加代子さんなのか分か,分かんないですけど渋井さんとかね分かんないですけどそこのところでこう作って日本代表でこう世界戦うみたいな発信になっていくといいんでしょうけどまあそのメリそのいろんな関係のところで各それぞれになっちゃってるっていうのが、まあ、問題点の一つっていうふうになってるんでね。 まあでもやっぱ見ててやっぱ各選手の足の,の筋肉とか僕は筋肉フェチですからえ僕の周りとかでも自転車で移動してる時にランニングしてる人とか見たらやっぱ足の筋肉の入り方がなんか全然違うな僕はバイクこぎますけど自転車ロードとかですけどやっぱその体の作り方の筋肉と全然違うなと思ってるんでだけどこう。 パワーじゃなくて細いタイプの体を作っていくって形だと思うんで、だからその中で石松選手が、なんかこう、世界的なインパクトバーンって出すと、ああ、やっぱパワータイプとかスタミナタイプ、パワー、スタミナタイプが、まあ適応能力な気がするんですけど、まあ、どうなるかわかんないですけど、まあね、今度ね富士山、富士駅伝がありますよね、今度は。 そうこれね名称がどういうふうに盛り返しているのか、立命館が強くなるのか、大統領なのか、まあ、不破選手がどうなのかっていうのは分かんないんですけど、まあね、メディアが,が成長させることもあれば、メディアがつぶ、ドルーリー選手パターンになるかもしれないですけど、まあそこは分かんないんですけどね。まあ、それは、結局のところ、さっき言ったみたいに、日本の選手が、 オリ,オリンピックじゃなくて世界選手権でメダルを取るっていうことを考えていくと不破選手を過剰に取り上げるっていうことってそのオリンピックしかり世界で戦える選手をおがそれで育つかどうか問題っていうのは分かんないですよね。それを望んでるのかそのオリンピックだ世界陸上で活躍するっていうことよりも今見てもらう方がいい今こう取り上げてる。 もともとマラソンはどっちにしても他の競技に比べたらやっぱ注目されるしなんかスポンサーとかメディアとかも入りやすいようなとこだと思うんでマラソン業界が衰退するってことはないと思うんですよそういう意味で言えばやっぱマラソン大会あったりいろんな市民ランナーとか多いですからね だからまあ普及活動とかはやっぱ高橋尚子さん野口みずきさんとかが大会の時にその大会の前日にみんなでマラソン教室みたいな走り方教室とかしてて、まあ、そこの普及のところとかもしてるからっていうのはあるんですけどね、まあ、次のね富士で、えー、名城がねどんな巻き返しをするのかそれともこのまま名城終わってしまうのか立,立命館がねもう9連覇10連覇するような環境になるのか楽しみでございます。